黒の天狗がおった賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ今は幾年だ何をおかしな教えてくれ龍泉詣での年であろう流線詣で3年前かどういうことだ武士どもは古い記憶と言った何も覚えてはおらぬがこれは過去ということか お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。
兄貴、次はこの王道ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、お前ものでもあれば、地蔵様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。
そこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。族どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしやお主族を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。
狼殿、よく参られました。ではまた。戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。わしが彫る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか彫ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ、仕込むことだけはしてやろう。
父上。お前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命落としてお守りするのじゃ。